こんにちは、清志郎です。今回はコメント欄とかでトリッキングの蹴り技の動画とかをしてたら、喧嘩独学の新庄の蹴りをやってほしいっていうのがすごいあって、漫画で1080度回転蹴りっていうのをそのキャラクターはやってて、その蹴りをねやってほしいっていうのがすごいあって、トリッキングでやってるチート12って技が1080度蹴りっていうことで、1260度がなんで1080度蹴りになってるんだっておかしいじゃないかと思う人いると思うんですけど、トリッキングの蹴りの回転の数え方とテコンドーの蹴りの数え方とかがそもそも違うんで、名前が180度ぐらいずつ数え方とかが違うんで、まあ名前がそれが違う原因の一つなんですけど、トリッキングでやってるチート12が1080度キックになるんで、まあそれをね見てもらうとわかるんですけど、まあこの1080度キックっていうのはチート踏み切り、右足を踏み込んでそこを軸に右足で最後踏み切って、そこから2回転をする、2回転をした後に右足の軸足、最後残った足で蹴るという技ですね。旋風脚、簡単な旋風脚の、まあ、回転数がもう2回転多いのがチート12です。なのでこの技はすごい非常に難しい技です。でこの技は基本的にトリッキングでは本当にアスリートレベルの人たちがまあやるみたいな、すごい危険で難しい技なんですけど、まあ自分が覚えたのが2018年の夏ぐらいで、まあ怪我してなくてもやるたびにちょっと落ちたら痛いんだよなみたいな、怖いなみたいな思いながらやる技なんで、マジで危ないんですこの技。あー、自分結構技の動画とか出すときに、あ、これ結構手順踏めば簡単ですよとか言うんですけど、この技に関してはマジで危ない。一発やらないと回らない技なんですよ。なので段階踏むって言っても段階踏んでたら一生できないし、かといってじゃあ次回すってやったらもう痛い落ち方をする可能性が高いしみたいな、まあ言っちゃえばダブルバックみたいな技です。この技結構講座してほしいっていうのがあったりしたんですけど、この技の講座はね絶対出せないですね。出したところで多分できる人多分いないんじゃないかってぐらい結構危険な技なんで、責任取れないっていうのと、まあ自分もねすごい痛い思いをしまくって怪我とかもしてやっと覚えた技なんで、まあ、そう簡単にねただでこうやってあげちゃうと自分的にも首絞めることになっちゃうんで、まあこの技に関しては構造だけ話します。まずはチート9って技を覚えてください。チート9っていうのはこの動画でやってるんで、まあ比較的この技自体も結構苦戦します。大体トリッキングで言うとコークとこのチート9に関しては苦戦します。チート9ができました、じゃあすぐできるかっていうと全然そうではなくて、チート9が例えばトリッキングで言うと人口の 4,5 割はできる技なんですよ。まあ言っちゃえば1年あればできる、歴1年ぐらいの人は大体できる。じゃあチートテルブどんぐらいいるかっていうと、まあ1、2割ぐらいですね、日本で。チート9ができてもチートテルブできるっていうわけではないですね。チート9をどうしていけばチートテルブになるのかって話だけ先話しておくと、まず高さと対空時間が必要になってきます。いくらひねってても蹴りがしょぼかったら価値が低くなっちゃうんでもったいないんで、せっかく難しい技やってるんでね、価値低いってやったらもったいないんで、ラウンドを単品で蹴りでも練習してるって必要があるんで、基礎ばっかやって基礎でねこんな簡単なことずっとやってても意味ないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、結局いつかこうやって大技につながるんでやっててよかったなっていう自分はこの時、まあ、心の底から思いましたね。まあ、マイキーがやってる540キックとかは誰でもできるような難易度なんで、結構ね、まあ、講座バンバン出したんですけど、難しくてアスリートレベルしかできないってやつはあんまりね、それを動画出して勘違いしてバンバン怪我人が出ても大変なんで、まあ、それに関しては動画内で話すんで、ちゃんとそこら辺はまあ判断材料として見てください。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ではこの技気になった方は、まあ、本当に自己責任でマジで危ない技なんで、チート9めちゃめちゃ練習してやってみてください。ではありがとうございました。